カンケリは、遊びの一つ。日本以外にも存在するが、この記事では、日本のカンケリについて説明する。カンケリは、通常屋外で行う遊びで、その多くは、子供社会で年長者から教えられたり、親や祖父母から教わるなどして、世代を超えて受け継がれてきた遊びの一つである。隠れんぼの変形とも言えるもので、関が、所定の位置にある間は、鬼は、 他のプレイヤーを探しに行けるが、勘を蹴ることによって、他のプレイヤーが鬼を妨害できる取り決めで、遊びの中でも一種の駆け引き的な要素が重視される、ものである。正式な競技団体が存在しないため公式ルールの、ようなものも存在せず、地域及び時代により遊び方に、様々な違いが見られる。また、地域によってはボールを用いたボール蹴りや、野球のベースを用いた、 ベース踏み、壁焼きなどを缶の代わりに使うどん書く、点付けという派生した遊びもある。この遊び方、あるいは、事前の取り決めでは、前述の通り様々な類型があり、また事前に、取り決めが交わされ、それに沿って遊ばれる場合もある。遊びがその場限りのものであるため、しばしば適当に改変された様式で遊ばれることも、あった。鬼を一人決める。 これによって参加者は、鬼とそれ以外に分かれる。缶を置く場所を決定し、缶を置く。鬼以外の誰かが缶を強く蹴る。鬼が缶を規定の位置に置き直し、いくつか決められた数を数え終わるまでに、鬼以外のものはどこかに隠れる。鬼は、隠れたものを探す。見つけた場合、そのものの名を大きな声で呼び、缶のところに戻って、缶を一度、または三度踏みつける。 見つかったものは缶の付近の決められた場所に囚われることになる。ただし、鬼はまだ見つけていないものに缶を蹴られないようにしなくてはならない。缶を蹴られた場合、囚われていたものはまた自由になり、缶蹴りは振り出しに戻る。鬼が隠れている全員をすべて見つけるか、あるいは見つけられず、皆が飽きてしまった場合に缶蹴りは終了となる。缶は人に向かって蹴ってはならない。 缶を置ける際、ガラス窓に注意する。自動車が通行する道路を越えて隠れてはならない。資材置き場には落下物の危険があるので行ってはならない。捕まったものは、まだ捕まっていないものの居場所がわかるような挙動をしてはならない。柔らかいアルミ缶は足をくじく恐れがあるので硬い、スチール缶を使う。缶に砂や石を詰めてはならない。缶蹴りは、隠れんぼに、 さらに鬼ごっこの要素を加えて独自のルールを付け加えたものである。鬼は隠れたものを探し出すと同時に缶を蹴り出されないように配慮せねばならず油断ができない。また隠れているものも缶を蹴るという能動的な要素が重視されるため守りつつも攻めるという駆け引きが重要となる。これは見つからないように 単に受動的に振る舞うことしかできない、隠れんぼとの大きな違いである。なお作戦には、おののの子供の性格が強く現れる。鬼の場合は缶の周りをなかなか離れない子供から、缶のそばをさっさと離れて、探しに行ったまま戻らない子供、巧妙に演技して、相手を誘い出すのがうまい子供などのパターンがあり、蹴る。側の場合もひたすら隠れ続ける子供や、 果敢にアタックする子供、蹴ろうかどうか迷って、そわそわしている間に見つかってしまう子供などのパターンがある。性格によって、いつものパターンが出来上がる傾向も見られる。下級生や体力が劣る者が参加し、その者が規定回数期を務めてもなお鬼を抜け出せないときは、その回の鬼以外の者が、じゃんけん等を行い次回の鬼になるなど、救済措置が取られる場合がある。 鬼が、プレイヤー全員の名前と顔を覚えていないと、ゲームが成り立たないので、面識がない者同士だとやりにくいが、共に遊ぶことにより、名前を覚えて友人になるきっかけにもなる。ゲーム終了後は使用した空き缶をゴミとして処分、するのがマナーである。ありがとうございます。